竹内綱綱、天保10年12月26日、1840年1月30日から1922年、大正11年1月9日は、日本の武士、実業家、政治家。内閣総理大臣を務めた吉田茂は、いつお、麻生太郎は、外総尊。天保10年、土佐藩が老、山内氏の家臣で、戦国大名一条への威信。 竹内昭栄門吉官の子として、土佐国スクモに生まれる。目付役として、大阪にスクモ倉屋敷を建てるなど、主家の財政再建に尽力した。慶応2年7月、スクモから16キロメートルほど離れたアマチュラにイギリス軍艦が停泊したことがあった。対応に苦慮したスクモ領主、山内市里は、竹内に小銃200丁を備えた。 不評に小正体をつけて接触させた。異国船の重装備を目の当たりにして東方に勝ち目なしと見た竹内は、対外の打ち払い強行論を尻目に単身黒船に乗り込み、言葉の通じない相手と悪戦苦闘の談判に及んでいる。海洋測量が雷港目的であること、翌日出港予定であることを確認したため、打ち払い中止を決するに至った。 しかしこの際、竹内は、戦内で応対した、新種に支配をもてなされて命定したため、打ち払いの指令を怠り、敵と飲酒したことを問題視した、シリラは、猛反発した。竹内は切腹処分となるところ、土佐藩が、イギリス軍艦を艦隊したことが判明したため、後に方面となっている。母親戦争では、山内シリの着難、死生と共に兵を率いて、北越。 豪悟各地を転戦している。維新後の明治3年、後藤祥二郎の引き立てにより、大阪府祥三寺や大倉省六等出資を務める。しかし、時の上司と衝突したことから寛解を退き、1873年には実業界に入る。1874年、後藤祥二郎主催の宝来社から、高島炭鉱の経営を任され、2年後の決算では1ヶ月に、 月、出荷3万トン、利益金5万5千円の実績を収めている。翌年からは、高島近辺にある、丹島、大島、高野木の鉱山開発に着手し、これも、相当の出荷量と利益を上げている。1878年4月、前年の西南戦争にあたり、西郷軍に通報する、立死者のために、小銃800丁と弾薬を手当てし、 西郷隆盛らに呼応して、政府転覆を企てたという権威がかけられる。その結果、氏族の身分を剥奪された上、金国一年の刑に処せられた。竹内が逮捕されたのは、炭鉱経営で出張中の長崎であったが、間もなく東京の五区に繋がれる。その中には、陸津宗光や林雄三らが含まれていた。しかし、5月の大久保利道の暗殺以後、政府は、 国事犯を東京に置く危険を悟って、彼らを地方に分層した。竹内は9月11日、新潟の監獄に護送された。1879年8月、満期方面となった竹内は、板垣大輔が創立した愛国者の再建に取り組むことになる。翌年、愛国者は国会規制同盟に解消されたが、竹内はこの国会規制同盟を足場にして、 後藤昌二郎らと共に国会解説自由民権を掲げ自由党結成の原案を作成した。1881年、後藤昌二郎の残した借金の重圧に講しきれず、三菱財閥の岩崎八太郎に短島、大島、高屋木の炭鉱と高島炭鉱を譲り渡す。同年、板垣大輔を総裁とする自由党が創設され、竹内も参加する。 翌年に起こった岐阜事件の際は板垣に同行していた。第一次、伊藤内閣は広がりつつあった自由民権運動に危機感を抱き、1887年12月25日に保安条例を交付し、竹内はこの適用を受け、東京から3年間の退去を命ぜられる。この時彼が退去先として身を寄せたのが横浜大田町にある、 吉田健造邸であった。1890年には、第1回衆議院議員総選挙に立候補して、当選し、自由党と左派を率いた。次の第2回衆議院議員総選挙には、再出馬しなかったが、第5回衆議院議員総選挙と、第8回衆議院議員総選挙では当選した。一方で、1892年の第2次、伊藤内閣誕生とともに、 伊藤博文首相、板垣大輔を説いて、政府と議会多数派自由党との連携を策している。実業家として、吉谷炭鉱や茨城炭鉱を経営し、1896年には、経費都市鉄道や京府鉄道の専務理事として活動した。1901年、京府鉄道の常務取締役となり、2年後の1903年には経費都市鉄道を、 警府鉄道に合併して、朝鮮における鉄道事業の統合を実現させる。ありがとうございます。